薩ッタ峠から望む駿河湾越しの富士山と足高山、駿河湾の範囲を示した地図駿河湾は、伊豆半島先端にある色崎と、お前崎を結ぶ線より、北側の海域。海岸はすべて、静岡県に属し、両性国としては、西岸と北岸は、駿河国、東岸は、伊豆国である。最深部は、 水深2500メートルに達し、日本で最も深い湾である。クリップ、駿河湾の周辺駿河湾は、湾口幅が56キロメートル、奥行きが約60キロメートルあり、表面積は約2300平方キロメートル。約60万年前に、フィリピン海プレートに乗った、火山島であった伊豆半島が本州に衝突して、駿河湾ができた。湾は、 フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界、その北端部である、スルガトラフが湾の南北に通るために深度が深い。富士川川口部にあたる湾の最奥部では、海岸からわずか2トル地点で、水深5 0 0ルに達する。伊豆半島や伊豆諸島から沖縄県の各諸島までは、太平洋の一海域である、フィリピン海であり、スルガ湾も、 その一海域に含まれる。湾王からは、九州、台湾東岸沖まで水深1000メートルを超える海底峡谷が続く。湾の西側は、大井川、安倍川、富士川などの一級水系が多く、河川水の影響を強く受けている。また、海底地形が複雑で多くの海底国を有する。これに対し、湾の東側は、 伊豆半島の中央を流れる一級水系の仮の川の河口が湾欧にあるため流入河川が少なく氷層水位が比較的澄んでいる。また西側と異なり海底国は少なく海食崖や当初が多くなる。富士山やその山麓に降った雨や雪が溶けた水は河川から流入する以外に海底湧水にもなっている。 氷層水の下には3層の海洋深層水がある。湾南西域には、水深平均100メートル、さやさ、部32メートルの石下海と呼ばれる大地が存在し、工業場となっている。この石下海は2つの高まりからなり、北側を石下海北帯、南側を石下海南帯と呼ぶ。駿河湾の一海域として、湾王の沼津市沖のごく小さい海域が、 内浦湾と江浦湾と名付けられている。また、湾の東側にある、三保半島で分けられた海域が、オリト湾と呼ばれている。なお、戦術の駿河トラフが湾に通るため、これが巨大地震とされる、東海地震を起こすと考えられている。2009年8月11日には、マグニチュード6.5の駿河湾地震が起きたが、気象庁の発表では、 この地震と東海地震の関連性について、直接的には関係ないと結論を出した。河野機関では、お前崎から大瀬崎までの 163km を、駿河湾に沿岸、大瀬崎から伊動崎を経て、静岡県と神奈川県の境界までの 273km を、伊豆半島沿岸として、用語を使用している。魚場や、海上交通路として、古来利用された。 戦国時代には戦国大名館の開戦も発生した。漁業では江戸時代後期から明治、大正、昭和初期に黒マグロが漁獲されていた。天保三年に幕府浜御殿奉行、木村岸重は長浜村においてマグロの大量を目撃し、ガチョウ、天保三年伊豆機構として記録しており、 マグロ漁師や商談をする、網元、商人の姿を描いている。同年3月には、滝沢馬金が、うさぎ園小説予録において、江戸におけるマグロ価格の暴落を記録しており、木村岸重が目撃したマグロ大量が影響したと考えられている。近代には1894年観光の、静岡県水産市において、マグロやカツオ、イルカなど、大型魚類。 哺乳類の漁獲を記している。道書によればこれらの大型魚類は、網で立ち切り追い込んで漁獲する、ケンキレモーと呼ばれる漁法で漁獲されていたという。マグロは、駿河湾大部から、伊豆半島を中心に漁獲されており、カツオは、駿河湾後部と湾外で漁獲されている。イルカは、マグロやカツオに比較して少なく、西伊豆を中心に漁獲されている。 1907年と1913年には、沼津市口屋の金桜神社に、マグロ放漁を記念した絵馬が奉納され、マグロ漁の様子が描かれている。1921年頃の木内三郎、落ち母周囲でも、木内が1919 19年に、泉と浜で目撃したマグロ追い込みや買い付けの、商人の姿が描かれている。江戸後期、明治期には、 駿河湾で漁獲された大型魚類は内陸部へも流通しており、海の国南部のカジカザワガシからは、江戸後期から近代にかけての魚類など動物遺体が多く出土している。カジカザワガシ出土の魚類は、マグロやイルカといった大型魚類をはじめ、アブラボウズ、イシナギなど、伊豆半島や小田原で食される希少種も出土している。これらの魚類は駿河湾で漁獲され、海、 駿河間を結ぶ藤川周運や中道王館を通じて、海の国へもたらされたと考えられている。大正期には、駿河湾岸で、製紙工場の建設が始まり、1920年には、工場排水が原因で桜エビの漁獲に影響が出るなどの被害が現れ始めている。駿河湾の海の幸、生桜エビと、生シラス日本の魚類は、 淡水魚を含め約2300種であるが、駿河湾内にはこのうちの約1000種の魚類が生息している。最深部は2500メートルという日本一深い駿河湾。1000メートルも潜れば太陽の光が全く届かない世界。沼津市には日本で唯一深海生物をテーマにした水族館、沼津港深海水族館があり、 水深200メートルよりも深い位置に生息する深海生物を常時100種類以上も見ることができる。かつて深海部で撮影された巨大な温ン,ンザメかのサメの映像がテレビ番組上で放送され話題になったこともあった。また近年では一般的に観察の難しいとされる赤帽クジラかやスジイルカ花ゴンドウなどクジラ類が加遊。 定住する海域であることも判明しつつある。松崎町雲見町には、非常に希少な種類の骨格標本を展示する、雲見鯨館も建立されている。以下は主要な港湾である。ただし、2種未満の漁港は除く。ABCDFG e 出展、伊勢湾環境データベース、駿河湾流域の概要から、国土交通省中部地方整備局名古屋、 港湾空港技術調査事務所。2012年11月1日。閲覧 ABC 駿河湾早わかりガイド。静岡県2位は、相模湾の1500メートル。3位は、富山湾の900メートル。ABC 出展。日本一深い湾駿河湾静岡県。2012年11月1日閲覧。出展。伊豆半島。ジオパークのテーマ。伊豆半島。ジオパーク。 2012年11月1日閲覧、出展、チリ調査、仮野川、安倍川、大井川川の流れと歴史の歩みから、国土地理院、2012年11月1日閲覧、出展、各種論文により、出展、駿河湾地震2012年10月11日10時54分場により、引用、出展、駿河湾沿岸海岸事業国土交通省中部、 地方整備局沼津河川国道事務所静岡河川事務所2012年11月1日閲覧、出展伊豆半島沿岸海岸保全基本計画静岡県2012年11月1日閲覧、出展文化遺産オンライン文化庁2012年11月1日閲覧、公衆食べ物気候ピアニッシモ34から35公衆食べ物気候 P35 公衆食べ物気候 P36 ABCD 植え付き、P16 公衆食べ物気候ピアニッシモ34から35植え付き、P20 下川公衆環境四年表明治対象編 P339 川で初防審車2003年11月3十日巻全国書誌番号2052 2067 アニマルガイド。沼津深海水族館。シーラカンスミュージアム。2020年9月3日閲覧。大泉博市、駿河湾の鯨たち。h t t p w w w s i i p j p a s s e t s f i l e s s a n g a k u q p d f 2 0 1 5年1月16日閲覧出展 静岡県、2012年11月1日閲覧出展、静岡県、水産技術研究所2012年11月1日閲覧出展、静岡県の港湾一覧第三管区、海上保安本部海洋情報部、2012年11月1日閲覧出展、静岡県、漁港一覧静岡県建設部公湾局、漁港整備室、 2012年11月1日閲覧、ありがとうございます。